というわけで、ダダーン。ちょっとね、前も質疑応答の時とかちょっと紹介したんですが、今日はですね、最近僕がハマりすぎちゃって毎日食ってしまっているというですね、ケーキを紹介したいと思います。あんまり僕こういう放送しないというか、そもそも前チーズケーキとかね、紹介したことあるんですけども、日常的にね、スイーツを食べるってこと僕あんまりないんですよ。よほどのことがない限りは。で、今回は、もともとね、筋トレとかを結構ガンガン、やりまくっていたせいで、甘いものをちょっとね、食べるようにして、まあ、糖質を、取ることによって、こう、睡眠の質を上げようとか思って、で、それでこう、いろいろフルーツ食ったりとかしたんですが、最近ハマっちゃってるのが、このですね、マンゴーガトーショコラ、というですね、ケーキで、概要欄の方に一応リンク入れてありまして、まだ発売してません。ちょっと僕は友達なんでもらっちゃったんですけど、発売してないんですが、幕開けで今クラウドファンディングで、こう発売して予約販売がされてるっていうですね、長谷川実ってお店のですね、マンゴーガトーショコラになります。これめちゃくちゃ美味しいんで、よかったら皆さんチェックしてみてください。何がすごいかってことを一応軽く説明しますが、すごい理由はですね、3つあるんですけれども、一番衝撃的なのはね、このケーキね、熟成するんですよ。どういうことって思う方いらっしゃると思うんですが、こういうね、マンゴーちょっと使いすぎじゃないってぐらいの、チーズケーキではあるんですが、熟成するんですよ。はい。これどういうことってことも含めて今日は説明していきたいと思います。はい。で、今回なんですけど、これ、長谷川実さんの、マンゴーチーズケーキなんですが、長谷川実ってお店って皆さん聞いたことあります？多分ね、食通だったら絶対知ってるんですけれども、食べログですね、まず一つ目のすごいポイントが、長谷川実さんが作った、これマンゴーガトーショコラなんですが、一応チーズケーキもですね、僕結構お気に入りで、まあ、さすがにチーズケーキは毎日は食わないんですが、チーズケーキも一応売ってます。で、このチーズケーキが昔すごく話題になって、なんで話題になったかっていうと、クラウドファンディングでね、最初始まったんですよ、しれっと。したらですね、結局8048万円クラウドファンディングで集めたっていう、その伝説のチーズケーキがありまして、もう一回言いますよ。8048万円ですよ。チーズケーキだけで。すごいですね、クラウドファンディングで。もう8000万円以上のお金が、チーズケーキが食べたいっていうことだけのためにみんながお金を出して発売されたっていうチーズケーキがありまして、そのチーズケーキの、まあ、第2弾みたいな感じで、今回チーズケーキじゃないんですけど、マンゴーガトーショコラってのがですね、できたらしいんですよ。で、すごいポイント、その1が、まあ、前も言ったんですけども、実は長谷川実さんってね、食べログで 4.6 ポイントっていうとんでもないポイントがついてまして、これどれぐらいすごいかっていうと、本当日本のもうトップ、オブザトップオブザトップぐらいのレストランです。で、この長谷川実さんのもっとすごいところがあって、何かっていうと、彼ね、ほとんど独学なんです、実は。独学で、北海道かな？で、自分でレストランとか始めて、そこからそれがすごいこう、話題になって、で、東京に出てきた瞬間に、もう予約がいっぺんに埋まっちゃって、出てきてから速攻でもう3年待ちぐらいに、行けないレストランになっちゃったんですよ。まあ、僕は時々ね、お邪魔してたんですけれども、はい。そんなすごい、まあ、レストランがありまして、客単7万円ぐらいです。つまりお客さん1人当たりの単価が7万円ぐらいなんです。僕はね、ワインとか飲むんでこの倍ぐらいいっちゃいますけれども、それぐらいの超高級店が作る、まあ、スイーツと。で、この店のもう一個すごいところが、肉がね、2回とか3回とか出たりとかするんですよ。最初からメインみたいな料理がボンボン来て、もうコースって概念がぶっ壊れてるんですね。だから僕も前行った時に衝撃を受けたのが、普通メインで出てきそうな、例えば、なんかこう、アワビドンみたいなやつが、こう、前菜みたいな位置で出てくるんですよ。一番最初にアワビ出てきますみたいな、結構こう、ドヒャーみたいな衝撃的なお店で、僕すごい好きなんですけど、ちなみにこのお店にはですね、僕のスペシャリティがありまして、僕のっていうとちょっと語弊があるんですが、僕がこの長谷川実さんに、カッサンド食いたいっす、みたいなこと言ったんですよ。僕カッサンド好きなんでね。そしたら、長谷川実さんが、僕は今までの一生の中で、いろんなカスタードを食ってきた中で、最強のカスタードを作ってくれて、まあ、鹿を使ったね、オープンカスタードなんですけど、これが一応スペシャリティとして、あるという、ちょっと僕もね、縁がある、非常に大好きなお店なんですね。はい。ただ予約は取れません。残念ながら。しかも、多分今一般予約はもう受け付けてないと思うので、そういう伝説的なお店が作った、マンゴーガトーショコラ。まあ、美味しくないはずはないと。で、これだけだとちょっとなんか、ね、ただお勧めしてるだけなんで、何がすごいかっていうと、まずですね、素材がやばい。でもなぜか安いっていうところなんですよ。マンゴーって、ザ高い、フルーツ代表じゃないですか。まあ、一玉、まあ、もう1万円とか2万円とか3万円なんか当たり前で、下手すると10万とか20万とかするようなマンゴーとかもあるんですよ。それぐらい高級なマンゴーが使われているにもかかわらず、これね、ちょっと切っちゃったんですけど、本当はこういう、もっとでかいんですよ。この倍ぐらいあるんですけど、16センチぐらいの大きい、棒みたいな感じで届いたのを、こうやってこう、ちっちゃくちっちゃくね、1センチずつぐらいに切って、で、毎日ちまちま食べるっていうのが、このマンゴーガトーショコラの正しい食べ方なんですが、これ1本でね、5000円ぐらいなんですよ。5、6000円ぐらいで買えるんです。で、普通に考えたらマンゴーを使ったら、そんな値段じゃ収まんないんですよ。マンゴーエキスとかじゃなくて、マンゴーそのものバンって使ってる。しかも、時の雫っていうブランドマンゴーを使ってるんで、なんでこの値段で収まるのっていう話を聞いたら、すごいことをですね、言われまして、いや、マンゴー農家買ったんですよねって言われて、あ、なるほどねっていう、要するに、原価率を上げる、要するに、
値段を抑えるために、農家ごと買っちゃってるんですよ。何言ってるのかわからないと思うんですけど、その農家ごと買っちゃってると。そうで、この、ミノルさんって人が、まあ結構ね、かっこいい考え方を持ってまして、贅沢な食材を予算気にしないで使えるってのが一番料理人にとってはまあ幸せじゃないですか。それを、マンゴー農家を買うってことをやってやっちゃったっていうですね、とんでもない、マンゴー、ガトーショコラ。でも、マンゴーケーキの中では、多分一番、安いと思います。原理上農家を持ってるって最強なんで。はい。で、さらに、これバナナとかも実は使われてるんですけど、バナナもですね、とんでもないバナナを使ってまして、1本600円。1本600円しちゃうっていう、一房じゃないですよ。塊じゃなくて1本600円するってバナナとかを使ったりしてるんですよ。で、チョコレートは、業者しか買えないバローナっていう、まあ、有名なですね、チョコレートを使っていまして、ガトーショコラなので、ね、これ黒と白とありまして、ホワイトチョコを使ってるバージョンと、いわゆるこう、ダークチョコを使ってるバージョンとありまして、で、ホワイトチョコも確かね、カカオ 33% ぐらいは入ってるので、まあ、ホワイトすぎはしないっていう感じなんですが、まあ、そういったチョコレートを使ったガトーショコラと、まあ、見てわかる通り、ダメ見てわかる通り、ほぼマンゴーなんですけどね。はい。そんな感じです。で、8年もののアルマニアック、まあ、お酒ですね。とかもちょっと使っていて、大人っぽい仕上がりになっていると。で、当然、まあ、アルコール分は飛んでるんで、お酒苦手な人でも全然食べれるんですけど、そんな、まあ、すごい、まあ、ケーキなわけなんです。だから素材がやばいのに安いと。はい。なんか1000本以上試作してできたものらしいです。はい。で、ここまでだと、なんかただ単に、なんかいいチーズケーキさん、いいあのガトーショコラなのね、ふんふんと思う方いらっしゃると思うんですが、実はね、三つ目のポイントが、僕が一番このガトーショコラにハマってる理由なんです。そして、この僕が毎日食っちゃってる理由なんですよ。なんでかっていうと、このガトーショコラね、毎日味が変わるんです。なんと、熟成するっていう特性を持ったケーキなんですよ。熟成するんですよ。ワインとかみたいに。はい。どういうことって思うと思うんですが、これ一応届くときは冷凍で届くんです。で、これを冷蔵庫とかに入れてゆっくり解凍してもらって、まあ、7、8時間とかぐらいかな。はい。ぐらいでかけてゆっくり解凍してもらって、それから食べるんですけれども、これね、よくさ、皆さんマンゴーとかさ、メロンとか買ったときに、追熟とか追熟って言って、ついてから買ったのにすぐ食べないでくださいと。3日とか4日ぐらい待ってもらうと食べ頃になれますと。常温で3日ぐらい置いといてくださいねみたいな、冷蔵庫に入れないでみたいな風に書いてあるのありますよね。高いフルーツ買ったことある人わかると思うんですけど、これはねケーキで起きるんですよ。不思議なもんで。ね、僕も本当と思ったんですけど結構変わりまして、要するに最初届いて解凍してから食べると結構外側のこのガトーショコラ感が強くなるんでカリッとしてる感じで、マンゴーの香りっていうのは最後に酸味としてふわっとマンゴーが来るんですが、割とこうバナナの香りが強いというか、バナナケーキのにこうマンゴーが最後にスッて入ってくるみたいな、そういう感じなんですよ。最初はガトーショコラとかバナナ感とかが強いんですけれども、これはですね、毎日ちょっとずつ切りながら、一日ほんとこの一切れぐらいをですね、毎日ちょっとずつ食べていくんですよ。はい。で、大体まあ、一応一週間ぐらいで目安で食べてねって一応注意書きには書いてあるんですが、僕全然10日以上ですね、ちょっとずつ切りながら食べてるんですけど、何が起きるかっていうと、最初は外側カリカリ、で、中もしっとりなんですが、これがですね、だんだん、こう、全体的にしっとりしてきて、で、こう、食感とかもちょっとねっとりした感じ、熟成していく、要するにマンゴーとかのフルーツが、だんだん熟成すると甘みとか香りが強くなっていって、ねっとり感と濃厚さが強くなってきますよね。これがケーキの中で起きてしまうっていう不思議なケーキなんですよ。でも本当かなと思ってやったんですけど、これにハマりまして、最初も最初で美味しいんだけど、7日目とかで最後の方に食べる、この最後の一切れが、もうたまらないわけなんですよ。マンゴーの香りブワーみたいな。そう。だからこういう風に熟成するケーキって多分他にないと思うので、だから僕はちょっとこれに今ハマってて、皆さんにもお勧めしたいということで紹介してるという感じですね。ぜひですね、食べてみてください。本当にこれはね、今ね、結構、熟成した方です。これはもう5日間ぐらい熟成させたやつなんで、あれなんですが、ちょっといただきます。うん。うん。やっぱね、置けば置くほど香りが強くなります。うん。食感もすごいもうクリーミーになってて、最初は結構サクサク感とか、歯応えみたいなものがあるんですよ。うん。でも熟成するとまたこれはこれで、なんだろう、こう、食感が変わって、で、香りが強くなるって、その不思議なケーキなんですね。ちなみにこのケーキなんですけど、切ってから、トースターとかで温めても結構美味しいです。やっぱりこうガトー感というか、サクッとしてる感じになるので表面が。だからトーストして食べるっていうのもありですし、僕みたいにちょっとずつ毎日ね、切りながら食べていくっていうですね、楽しみ方もあると思うんで。で、ぜひ、今日の番組の概要欄の方に一応ね、クラウドファンディングのリンク入れておきますが、買って全部食べないでください。買ってちょっとずつ食べてください。なるべくギリギリまで。一応1週間って書いてあるんですが、僕全然10日ぐらいに行けました。はい。全然余裕で行きました。なんで10日で終わったかっていうと、10日後になくなっちゃったんですよ。ちょっとずつ切ってたのに。毎日毎日味が変わってくるの楽しんでもらいたいから、一気に食べないでください。はい。僕はちなみに最初買った時にですね、買ったっていうかもらった時に、食べたら、美味しすぎて、半分ぐらいまで最初食べちゃったんですよ。で、2日目ぐらいに、残り全部食べちゃって、あ、美味しかったと思ったら、後から、いや、熟成どうでしたって話になって、え？みたいな。熟成するの？あのケーキみたいな。どういうこと？って言ったらその話を聞いて、
やっちまったと思ってまた送ってもらったみたいな、うん、そういう感じなんですけど、はい。なのでぜひですね、皆さんも焦って食べるのに注意してくださいねというお話でした。ぜひ概要欄の方から、熟成するですね、ケーキですね。長谷川みどるの、マンゴーがどうしようかリンク入ってますね。よかったら見てみてください。あと概要欄の方にはいつものように僕の無料の、オーディオブックの、リンクと、あとは新刊ですね。超トーク力って新刊を出しまして、今日もなんかね、なんやかんや喋ってますけど、僕もともといじわれっ子だったのにですね、なんでこんなに喋るのがね、得意というか仕事になったのっていうところも含めて、僕の体験と、そして科学的なね、根拠、ね、トーク力を鍛えるにはどういうことをすればいいのって根拠とかも書いてある本が、一応出ましたので、これ概要欄のに入れておきます。よかったら僕の無料のオーディオブックと一緒にチェックしてみてください。あと概要欄にはいつものように僕がね作った知識のネットフリックスを目指して作った D ラボっていう動画配信サービスがあるんですが、こちらのですね今20日間無料の、キャンペーンやってまして、このリンクは概要欄に入ってます。よかったらチェックしてみてください。D ラボではですね毎月599円、でたった599円で20冊以上の、まあ、本とか論文とかの知識が学べますよって、それをで、ね、代わりに僕は皆さんの代わりに読んで皆さんに動画で伝えますよっていうサービスをやってます。はい。で実際20冊以上の本を読もうと思うと、まあ大体普通の人1冊読むのに6時間かかるとなると、それだけで月120時間本を読まなくちゃいけないし、プラスですね、20冊の本を買おうと思ったら1冊1500円で換算すると3万円かかるんですよ。だから3万円プラス120時間かかって皆さんが勉強する、内容を僕が月599円で代わりに読んで、で皆さんに大体まあ1日換算で10分とか20分ぐらいです。はい。10分ぐらいの時間その D ラボを見てもらうだけでそれが頭に入りますよっていう、そういうサービスを、作ってますんで、ぜひ概要欄の方から D ラボもチェックしてみてください。20日間無料です。それではぜひ概要欄の方のリンク、チェックしてみてください。今日の、僕のね、最近ハマって毎日食べてるスイーツ、長谷川みのるの、マンゴーごとショコラでした。はい、それではまた次回。バイバーイ。